で、ここから内巻きをイメージしながらちょっとカットしていきます。 R2 スニングでぼかしながらカットしていきます。前髪の切り方はどう教えたらいいんだろうな、これはちょっと難しいかな。今日は時間ないのでちょっと教えるのやめます。見て覚えてください。回してます回ってますね。そうそう、回って R を作りながらちょっとこの前髪のところをぐるぐるってこう回しながらカットすることによってここに R が入る。これはちょっと難しいですね。はい、これわかりますか皆さん、ここにキュッと入ったの R2 セニングでカットします。前髪がちょっとつながりが悪かったようなので、ここから内巻きをイメージしながらちょっとカットしていきます。 R2 セニングでぼかしながらカットしていきます。はい、この前髪これからまあちょっとやっとここが伸びてきたんで、ここにちょっとエンドラインつなげていきたいと思いますね。で、なぜセニングできるかっていうと、これ普通につなげちゃうとちょっとやりづらいっていうか、はっきりしすぎちゃうのでラインがちょっとぼかしながらR2 セニングの逆場で切ってます。ちょっとわかんないと思うかな、こういう感じかな。これでだいぶ綺麗になったかな、こういう感じで。こっちはつなぎます。前髪の切り方はどう教えたらいいのかな、これはちょっと難しいかな。今日は時間ないのでちょっと教えるのやめます。見て覚えてください。回ってますね。そうそう、回って R を作りながらちょっとこの前髪のところをぐるぐるってこう回しながらカットすることによってここに R が入る。これはちょっと難しいですね。はい、これわかりますか皆さん、ここにキュッと入ったの。はい、これはちょっと難しいかもしれません。これはね、ちょっと表面に軽さを出していきながらラインを同時に切ってる感じです。はい、なんでこっちもちょっとで、ね、ここがちょっとなんか浮きやすいっていうことなんで、あんまりちょっとこっちは長く短く切らないようにしていこうかなと思います。で、先ほどもまあ話し合ったんですけど、なんかじゃあ5センチ切ってくださいって言っても結局10センチぐらい切られてしまったっていうのがあるんですよ。で、僕がいろいろこういろんな切り方をまあここ何十年ってやってきて、まあたどり着いたのがまあ勝手なこの僕の切り方なんですけど、後ろからですね、切っていきますよね。で、じゃあなぜ後ろからこう、例えばまあ5センチ切ってくださいって言って、で、どっちかっていうと、初級の技術者さん向けにちょっと今これ発信をしてるんで、上級者さん向けじゃなくて初級の方向けなんですけれども、情報としては。で、後ろからこうやって切っていきますよね。で、そうすると長さって実際どれぐらいになるか分かんないんですよ。なぜかというと、モデルさん自体がこういう状態でスタイリングすることってほとんどないと思うんですよね。すごいロングで重さがあるワンレンみたいだったらこういう風に普段してると思うんですけど、ほとんどの方が前に持ってくると思うんですよ。こういう風にしてる人ってあんまりいないと思うんですよね。しないでしょ。する？いや、しないの。こういう風にしてないの普段。ちょっと前に持ってきますね。ですよね。こうやった時に長さが分かんなくなるんですよ。だから後ろで想定してて切っても結局のこと言って、それが実際狙ってる長さに切れてるかどうかっていうよりも、ただ切ってるっていうだけになってるんですね。それに僕は気づいて、ただ切ってるだけだったら意味がないし、その作業自体が無駄になっちゃうから、もうちょっと切ってくださいって言ったらまた最初から切ってレイヤーを縦で入れてるっていう感じになっちゃうんですよね。そうするとお客さんも言いづらくなってしまうので、本当に必要なのは本当にお客さんがしたい長さっていうだけなんで、美容師さんがどう切ろうかっていうよりもお客さんがどこまで切りたいのかっていう部分なんですね。で、それを省略していくと、じゃあ前で切ったらいいんじゃねえよっていう話になってくるんですね。で、前で切るのっていうのはどうすればいいかっていうと、すごい簡単で、細かく切れば切るほど髪の毛ってつながらないことが分かってきたんですよね。なんで前でこうパンって切っちゃった方がいいんですよ。で、じゃあどこまでの長さにしたいのかっていう部分で、今ここから入っちゃってますけど、今ちょっと毛先がパサってなってるのを直せればいいんですもんね。はい、ね、だからあんまり長さ変えないで
やっていきたいと思うんですけど、あとね、この頭の向きもちょっとあって、下向いたりとか、本読みながら切ってたら前の方が短くなったりとか、ここ戻す時にとかあるんですよね。なんでまっすぐもしくは上ちょっと見てもらうぐらいにして切った方が絶対外さないです。で、くるって持ってきて、この辺はちょっと、難しいっちゃ難しいですけど、単純なんですけどね、本当にお客さん確認しながら、じゃあこの長さでいいですかっていうのを確認しながらこうカットできるっていうのが一番理想だと思うんですね。実際がこの長さになるわけなんで、だいたい下向いてますよね、なんか雑誌とか読むと。そうそれ結構危険で、そうするとね、顔周りの方が短くなっちゃうんですよね。そういうスタイルだったらいいんだけど、こういう重さが出したいスタイルとかだったら下を向くとどうなるか。はい、下向きます。じゃあここ切ります。出てくるますよね。ここを切っちゃうと上げた時にどうなるかっていうと、ここが軽くなっちゃうね。そうすると結構それじゃなくても、今姉さんは大丈夫ですけど、そぎが入ってる方なんかはこっちばっかり重くなっちゃって、こっちがペラペラになっちゃうね。ベースカット自体でここを切っちゃってますから。なんで結構そういう A ラインを作りたいのに下を向いちゃうと、ここが軽くなっちゃう。そうすると頭が大きく見えちゃう、四角く見えちゃう、綺麗な A ラインが出ない、そういうことになっちゃうんですよ。なんでもう最強は上を向くことですね。上を向くことによって中の毛が出てきますから、この中の毛が切っちゃえば上の毛がこう被るんですね。そうするとより重い A ラインが作れます。じゃあちょっとこういう風にして切ってみましょう。そしたら斜め45度にしてもらって、ここを切りますね。はい、これ本当簡単な方法なんで、描画構成でもできると思います。いろんなカット法あるけど、すごい複雑になっちゃってて、もっとね簡単でいいんですよ。もっと楽に、これでちょっとこうね、綺麗なラインがここで作れるわけじゃないですか。でここが龍河さんの上を向いてたから、下のところにこうかぶさってきて、より重いラインがこう作れるわけです。でよりこう下向くとどうなるかっていうと、ここがベロンって長くなりますよね。だからちょっとこの、その人がまあどのぐらいの姿勢にしてるか、すごいずっと下向いてる人はこれだとちょっと重いだろうし、普段のその生活スタイルでその子は下向き加減なのか上向き加減なのかっていうのもちょっと関係してくるとは思うんですけどそうっていうことで、大体下向いてる人はいないですけどね。そう普段下向きすぎるとね、暗くなるからね、関係ない。切ってもらうときは大体こう、雑誌とか携帯いじってると下向いてますね。そうだね。でもこのまま切っちゃいますよね。そう、それをね想定して切れるんだったらいいんですけど、理解できてればいいけど、できてないと上がっちゃって、で結局一番多いのが下向いて切りますよね。で、まあ、切ってないからなんですけど、ここをそう切ります。バンって下切っていきます。そうするとここに段差ができるんですよ。そうするとこの段差とここの差がおかしくなっちゃって、結局下まで合わせて切るんですよ。あーで短くなっちゃう。その通りです。そうここがバサバサしてきちゃう、つながりが悪くて、そういうことが多いですね。下向かないように、そう意識すればいいですね。お客さんは下向かない方がいいと思うよ。そうやってくれたらいいんですけどね。でもそれをね、結構分かっ、まあ、それを分かってない人もいるから、まあ、なかなかね難しいですね。普通にこう、まあこれ初級美容師さん向けなんですけれども、多分そういう風に習ってないからわからないだけで、それはしょうがないと思うんですよね。そういう風に習ってないので、僕もいろんなことやってきて分かったことなので、多分普通にこう切ってこう引き出してこう切りましょうっていう風に教わってるので、そういう風な下向いたらどうなるっていうのもまだ教わってないからしょうがないと思うんですよね。なんでもしその、まあ、そういうの興味があれば、僕の動画いろいろちょっと見ていただければ、ちょっと分かってくるかなと思う。もっと単純に考えていけばいいのかなっていう部分が分かると思うので、もしよろしければ。すごい無駄なことが多いから、もっと楽に切っていった方がいいんではないかななんて思っております。あとすごい簡単な切り方を1個教えるとしたら、サイドチェンジっていうのがあります。顔前のラインを切るときなんですけど、これも顔をちょっと上げてもらう必要があるんですが、はい、イヤートゥーイヤーから後ろを分けます。はい、イヤートゥーイヤーから後ろを分けます。はい、そして後ろの毛は後ろにドンって持ってきます。で顔周りどうやって切っていいか分かんない方もいらっしゃると思うので、このままイヤートゥーから
こういうふうに持ってきて、この角をちょっと取る、丸くコンベックス程度にまずえぐらないように。そうですね、こういう感じになります。こっち側に持っていきます。で、今度は反対側をまたコンベックスで切ります。こうコンベックスで、まあ、ハサミがちょっと今これショーバルタンといってアールが入ってるんで、これね、えぐっちゃうとね、なんていうかな、ちょっとこう軽くなりすぎちゃってあんまりよろしくないんで、ちょっと重さあった方がいいと思います。こういう風に切ってあげると、左右の長さが簡単に切れますよっていうようなやり方です。まあ、またカットの方はね、いろんなことでちょっとやりたいと思うんで、あと3分で切らないといけませんので、ちょっと量も、一回転抜きするわけじゃないですね。また時間最後になります。省略する切り方ってあるので、まあ、普段ちょっとあんまり早く切ったらお客さん怒っちゃいそうなんで、ここはゆっくりわざとこう、やってるふりして切るんですけど。やってるふり。いやだって早く切ったらちょっと嫌じゃん。すげえ手抜かれた感じするし。だからちょっとそこは何回かこうわざとやって、本当早く切れるんですけど、わざとちょっと。わざとゆっくり。そう。でも時間ない時だったら早めに。時間ない、今日みたいな日はもう時間ないから、もういっぱい一回でもガンっていっちゃう。はい。そうなんですよ。今日みたいな日はもう時間がないから、もう。これは今何やってるかっていうと、縦横全部、斜め全部まとめてつなげてます。これで切ればめっちゃ早いんですけど、まあ、これ慣れないとちょっと難しいので、全部をこうつなげていく方法なんですけど、この指の回転がちゃんとできないとちょっとできないんで、あと指切っちゃったりとかね、あとRシザーじゃないとこれちょっとできないので、通常のストレートシザーだとちょっと難しい。これでつながりが綺麗になります。なんかあんまり削ぐと髪の毛が、結構モデルさんの髪しっかりされてるんで、あんまり削ぎすぎると、なんて言うんでしょうね、なんかパサッとなっちゃうそうだから、今日はちょっとグラッティングでやっていきます。で、要はですね、今この削ぎ入れたらまあ簡単に量は取れるんですけど、要は髪の毛の重なりが、要は足して広がってることもあるので、その重なりを取れれば削がなくてもいいんじゃねえかっていう感じで、まあ、考えて今切ってます。そんなに削ぎが必要じゃないのかなとかと思ってるんで、結構重さがあった方が彼女の髪落ち着くので、あまり削がないで、ちょっとその何て言うのかな、髪の毛の収まる部分、髪の毛ってその毛先がこう枝毛とかあったりとかすると、そこが要は広がってきちゃったりとかするんで、そこをちょっとフラットにしてあげることによって、膨らみがちょっと減って、量も減って見えるから、この耳後ろのあたりなんかをやってあげるとだいぶ落ち着くかなっていう感じですね。もともと綺麗な髪されてるんで、なんかあんまり削ぎ入れると彼女の場合もったいない気がして、あんまり削ぎたくないなっていう勝手なのも行われるんですけど、はい、こういうところにですね、ちょっと広がる毛があるんですね。これ原因で広がっちゃうんで、こういうのをちょっと取ってあげるといいです。エンドラインってこの一番下のライン、まだちょっと綺麗に切れてないんで、そこをちょっと切ります。常につむじの位置を確認していかないと、どこに引っ張ってどう切ったらいいのか分かんなくなっちゃうんで、つむじの位置をしっかりイメージして毛先をカットしていきます。コンベックスなんで、丸と丸がこうどんどんつながっていくような感じ。